小学校とか中学校ぐらいから、はい、まあ、例えばテレビとか見てて、まあ、刑事ドラマとかやってるじゃないですか、はい、でまああいうの見た時にその大人の所作とか大人の喋り方とかああいったなんか落ち着きみたいなものをもう手に入れたくてしょうがなくて、なんかねこう渋いところに今も全然違うんだけど行き着いた先はで、なんかでも渋いところに行きたいなっていう感じがあって、はい、うん、なんかこう例えば車もなんかこうスーパーカーブームだったけれどもなんかロングのセダンみたいなの乗りたいなとか、なんかスーツ着たいなとか、はい、まあ、当時はダブルのスーツだったりとかシングルじゃなくてね、シングルはダサいと。流してなんぼそんな男が桜吹雪みたいな夢が見れたお前に抱かれ横浜行き